間違った。スターダムのベルト2人で巻いちゃったよ。いや本当に最強なんじゃない、うちら。嬉しい、素直に嬉しい。ツイッターでね、みなちゃんに言ってたことがあるんだけど、それの意味そのままのことなんだけどね、みなちゃんは人のまねっこをする。何がって言ってた、夏ボーイ革命って掲げた時、白河維新最強の夏に最高の夏、執念とかジャッジメントとか。みなちゃんはさ、もう自分自身でもうっていうか、みなちゃんはすごいよ。自分自身の個性めっちゃくちゃ強いもの持ってんのに、もう人のもんなんかいらないじゃん。そういう意味だよ、私が言ってたのは。現に私は今みなちゃんに勝ってない、みなちゃんには勝ってない。あの時の白いベルトはまだ私は足りなかった、ふさわしくなかった、白いベルトに。だから今私はもっともっと強くなって、白いベルトにふさわしい人間になろうと思って戦ってる。みなちゃんとの物語はまだ終わってないから、これからもずっとずっと続くから。そういう意味だよ。ちょっと熱くなった。でもさ、今日はさ、うちらがベルト取ったやん。夏美が取ったよな、今日は。私が取ったよ。今度私が取るから、私が守るから、このベルト。望むところだ。夏美は最強、私はこのベルトを巻いてさらに輝くから。私もさらに輝くから。じゃあ私は最強やから、もう最強の最上級の究極だから。バイバーイ。